喋り倒してやろうと思ってなんかゴール決まったらキーパーが叩かれるじゃないけど、キーパーのせいなんじゃないかとかってよく言われちゃったりとかしちゃう。キーパー孤独だとか寂しいみたいな、どうせ俺またやられるやろ。 B ポジティブです頑張りましょう。Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、大変動画空いちゃいましたね。かなり7月、8月と怒涛の夏を過ごしてまして、まあ、本当に文字通り寝る間を惜しんでというか、いろいろちょっとやってたので、こっちがね、おろそかになってしまったんですけども、やっと撮れます。で、今、企画してるやつがあるんですけど、ちょっと福岡雨が続いてまして、今の時期でちょっとどうしても外での撮影ができないので、もう急遽ね喋り倒してやろうと思って今動画を撮ってます。何について話すかというと、先日ね8月の22、23で、あとはまあ8月の9、8、9かにも、GK のゴールキーパーの夏合宿みたいなサマーキャンプっていうのをやってたんですけど、その中でちょっとお話ししたことについて一つだけね皆さんにぜひお伝えしたいなと思って、動画撮ろうかなと思いました。で、何について話すかっていうとこちらです。ポジティブってよく聞きますよね。ポジティブ、ゴールキーパーってどうしてもそのやっぱりゴール前に立ってる手前絶対失点に絡むんですよ。どんだけいいセーブしてもどんだけ止めても絶対失点に関わってしまうっていう、ちょっとそのなんだろう、チームの負のなんていうんだろうな、雰囲気とかをちょっと背負わされがちなポジションっていう認識の方が結構日本だと多いと思うんですね。なんかゴール決まったらキーパーが叩かれるじゃないけど、キーパーのせいなんじゃないかとかってよく言われちゃったりとかしちゃう、まあそういう文化なのかなっていうのがちょっとあるから、そういうのがあると思うんですけど、でもやっぱりネガティブな発想はやっぱりネガティブな結果しか生まないと思うんですよ。キーパー孤独だとか寂しいみたいな、どうせ俺またやられるやろうなみたいな考えを持ってる人たちはどうしてもやっぱりそういう結果が舞い込んでくる。失点しちゃったとか、また同じミスしちゃったとか。でもポジティブに考えてる人はそうはならないと思うんですよ。ミスしても次に次に次に行くから、その行動、次へ起こした行動が結果的にいい結果、まあポジティブな結果を引き寄せると思うんですね。実際に自分もこういう経験があって、中学生の時に私、女子のクラブチームとあとは中学校の部活両方でサッカーをしてたんですけど、やっぱりその思春期、中学生特有のね思春期っていうやつが来るわけで、小学校の時は男も女もね関係なくわーって一緒にサッカーして、中学行ったら部活私も入るから一緒に頑張ろうねイエーイとか言ってたんですけど、やっぱり中学生になるとコロッと変わって、ちょっと普通に話してるだけなのにあいつとできてるんじゃねみたいな感じでちょっとずつこう避けられ始めて、今まであれ仲良くしてたのになっていう、男友達っていうんですか、部同じサッカー部の部員とかになんかこうね嫌なこと言われちゃったりとか省かれちゃったりとかっていうのを経験したことがあります。でそういった経験をしているとやっぱりなんで女子っていうだけでこんなサッカーするサッカーしたいだけなのになんでこんな苦しまなあかんねんみたいな、急に関西弁なんでこんな思いしないといけないんだって、なんであいつらはあんなこと言うんだって、こんなにやろうと頑張ってるのにただサッカーしたいだけなのにっていう、もう負の感情がもう湧き上がってくるわけですよ。でもそういう時に限ってやっぱりプレーってうまくいかないし、なんか変なプレッシャー感じちゃってプレーがうまくいかなかった時期ってすごくあって、でもそれでも私はサッカー上手くなりたい、なんならもうこのなんだろう、この今私のことを虐げてるというか、まあハブって
てる子たちはずっとサッカーに関わる、一生サッカーに関わるわけではない、絶対こいつらどっかでやめる、でも私は絶対にサッカーを仕事にしてやる、だから頑張るっていうポジティブな思考に変わった瞬間があったんですね。それが中2の冬かな、うん、わかんないけど、そのぐらいのタイミングで、そっからもうめちゃくちゃ部活、そのまあキック下手くそだったんで、キックの練習したりとか、キーパーに対してこうもっとこう熱を上げてこうバーって練習したりとかしてた結果、そのまあ部活の方はね、正直その最後もなんか終わり方もシュンっていう感じでちょっとフェードアウトしていっちゃったんですけど、自分個人としてはね、そのまあ一つの自分の中のまあ頑張った結果として、そのよくあるトレセンっていうんですかね、トレセンのまあその九州のトレセンにまあ選ばれるまでになったわけなんですね。下手かったけど自分なりにできることを探して、これだけはできるって、これだけは見てくださいっていうのをどんどんアピールして、下手いけどこれはできるぜっていうのをポジティブにアピールした結果、そういったまあ、ポジティブな結果、自分が目標としてたところに行けたわけなんですね。なんでやっぱり選手たちにものを伝えるときに自分の経験とかが伴ってないと伝わらないと思ってるんで、やっぱり伝えるときにはかなり熱量込めて語ったんですけど、ぜひね今動画見てるのが選手なのか、キーパーの保護者の方なのか、指導者の方なのかちょっとわからないですけど、ぜひねキーパーの子たちに伝えたいのは、ポジティブになることっていうのを忘れないでほしい。確かに人間ずっとねプラス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 思考で考えていくっていうのは難しいから、常にそういうわけにはいかないかもしれないけど、できる限りいろいろポジティブな方向に考えていけるように努力をしてほしいと思います。もしね悩み事とか、キーパーに対しての悩み事とか、なんかこんなことあったんですよ光コーチ聞いてください TGK っていうのがあったら DM くれたらいくらでも話聞きますんで、私もね今ちょろっと語ったけど、いろんな経験してきてますんで、日本でも海外でもですね、いろんな話がキーパーの子たちとできて、より一緒にポジティブな方向に行けるように、同情するのは簡単ですけど、それじゃ何も解決につながらないじゃないですか。だから一緒にねポジティブな方向に持っていけるように、みんなとねいろんな会話とかもしてみたいなと思うので、ぜひ動画見てる皆さん Be ポジティブです頑張りましょう。ちょっと久々の動画で語り尽くした感じですけど、どうかな、こういう動画も需要あるのかなっていうちょっと不安なところもあるんですけど、まあ高評価いただけたらまたちょっとね語ろうかなと思いますんで、いいねボタンとチャンネル登録の方ポチポチっと押しといてもらって、またねいろんなキーパートークできればと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で See ya!